はい、皆さんこんにちは。スーパーネコマンズです。今日はねシムレーシングの動画やっていくんだけど、今日はねちょっとこの新しいシム部屋でやっていきます。今日の企画なんですけども、僕が普段使っているあのシムのねオンラインストアのデイリーに協力してもらって、ね、色々と揃いました。で、あ、そうそう、その前にちょっといい自慢していいですか。これこのシートね、この前あのデイリーでシマジックの 15% オフのねセールやってたんで、これ自分で買いました。これさ、めっちゃかっこよくないですか。なんだっけな、レカロのね RCS っていうシートにちょっと似てんのかな。これめちゃめちゃねいいんですよ。まあまあ高かったんだけど、これ 15% オフで買ったからめっちゃお得でしたね。でこれすごいクッションね、これ外れんだよ、外れるし、でここのサポートも実写用じゃなくてシム用だからサポートも低めでね、すごいね座りやすいですね。シムとか長時間やってるとさ、この背中とか蒸れるじゃん。そういうのも通気性とかも考えてやって、めちゃめちゃ買ってよかったなと思ってます。ちなみにこれね、シートのスライドレールとかもついてくるんで、意外とお買い得でしたね。あ、まあいいや、その話はいいや。シート自慢はいいとして、今日はですね、何やっていくかというと、ここにあるカーエクスストリートの PC 版っていうね、神ゲーをね、最近見つけたんですよね。で、めちゃめちゃ楽しくて、ぜひともドリフト勢の皆さんにプレイしてほしいなと思って、本当に神ゲーなんで、広めたいなと思ってこの動画撮ってます。最近ね、これね、日本語化もされて、めちゃくちゃプレイしやすくなったんですよ。で、アップデートもずっと繰り返してて、マジでね、シムでドリフトしたい人にとってはもうなんか必要な要素が全て詰まってます。自然な車の挙動、綺麗なグラフィック、ドリシャ、そしてちょうどいい感じの峠道とかね、いろいろ全部詰まってます。これマジですっごい面白いゲームなんで、もっとたくさんの人に知ってもらいたくてこの動画撮ってます。もう自発的ですね。別にカーエクスのなんだっけ、カーエクステクノロジーからお金もらってるとかではないです。まあただね、今回ここのカーエクスストリート PC の遊び方とか魅力を伝えるだけではちょっと物足りないなっていうところで、まあ俺一応ガジェットチャンネルであるからね、こちらのですね機材ですね、いつも使ってるデイリーでお願いしてってか、結構無理言って協力してもらって、今俺が思うドリフトで最適な機材を全部ねここに用意しました。っていうか、まあこのカイクスストリート PC に最適な機材をちょっと集めて今回ですねプレイしていこうと思います。ついでにちょっと個人的に気になってた機材ですね、特にここのこれとかね、ハンドブレーキとかめちゃくちゃ前から気になってて、今回の企画がなくても年末前には買ってたんですけど、 TBRS の油圧ハンドブレーキ、ドリフトやってる人だったらもう把握してると思うけど、現在存在するドリフト用のハンドブレーキとしてはもう最高のものですね。で、あとはまあ振動のやつとか、まあ、ここら辺はちょっと試してみたいね。で、まあ油圧のね P1000i の油圧キットですね。これね P1000 は去年かな、去年自分で買ってて、すでに使ってるんで、これに追加する感じのオプション品になりますね。で、あとここ、モザの SGP シーケンシャルシフターと、シマジックのシーケンシャルシフター Q1S、そして、同じシマジックのシーケンシャルシフター Q1 ですね。この3つに関してはなんで試すかっていうと、カーエクスストリートって NOS のボタンがあるんですよ。だからその NOS のボタンを、ここのね、このニュートラル用のね、トリガーですね。これとか、あと、ここにあるフェイスボタンとか、で、この Q1S に関してはこのね、トリガーがありますよね。これを NOS のボタンにしたらどうだろうっていうところ。そして、こちらの Q1 ですね。これに関しては、ボタンがあるんで、それで NOS をね、起動したらどうだろうっていうね。贅沢にもこの3つ、どれが一番カーエクスストリートの NOS ボタンに適してるか試していきます。はい。かなりマニアックになってきましたね。で、こちらのシマジックのアルファに関しては 15Nm のね、ダイレクトドライブのホイールベースになるんですけども、これ今までね、ずっとシマジックはね、この、出た時に買ったこのアルファミニをね、ずっと使ってたんですけど、これと比べてみてどうなのかってところも見ていきたいです。ぶっちゃけね、アルファミニで十分な気もするけどね、気にはなっていたんで、この機会にちょっと試したいですね。で、先に言っておきたいのが、もちろん今回ね、デイリーのおかげで、これだけたくさんの機材を揃えて、かなりマニアックなね、レビュー動画撮ることができるんですけど、各機材の感想とか、レビュー結果に関しては、もうデイリーはね、全く干渉してないですね。だから動画出すときに、みんなと同じタイミングでデイリー側もね、この動画を見ると思うんで、全く忖度とかそういうのしないんでね、ご安心ください。以前は結構動画ごとに言ってたんだけど、たまにやっぱりね、提供してもらったりとか案件だったらね、どうせ忖度するんでしょって思ってる方がね、たまに出てくるんで、今回ちょっと改めてお伝えします。もうね、知ってる人は知ってると思うけど、俺結構本当にガチレビューしてるんで、一部のメーカーさんから全然案件なんて来ないですからね。ちょっとそこら辺ちょっとね、一応改めてお伝えしておきます。まあ、機材試した感想とかは全部ありのままを伝えますんで、そこはご安心ください。はい。一つね、ちょっと伝えておきたいのが、なんで俺がドリフト用の機材でシマジックがね、基本的にはベストだって思ってるかっていうと、これですよね。ね、シマジックだけなんだね。このフォーミュラドリフトのオフィシャルパートナーとして、スポンサーしてるのって、ほんとシマジックだけなんだよ。で、ドリフトって結構この界隈だとちょっと下手者扱いというか、結構なんかニッチと思われがちなんですよね。プレイヤーはいっぱいいるんだけど、やっぱりグリップの方がね、その存在感があるというか、
グリップの方がなんか正統派っていう感じがするのかな。なかなかドリフトプレイヤーにそのまま注目してくれるメーカーっていないんですよね。唯一ドリフトを重視してくれてるのがシマジックなんですよ。で、こういうさ、ユアスサイドとかね、これ値段とか考えたらめちゃくちゃいいものを使ってんのよ。他の動画で行ったことあるんだけど、シマジックってその創業者の中の一人が確かシンガポールの方で、そもそもね、一番最初にそのプレイヤーとして始めたんですよ。シミュレーシングのプレイヤーとして始まったんですよね。で、自分が欲しい機材作りたいなって思って、シマジック始めたらしいんですけど、結構有名な方なんですけど、その方は、シミュで何やってたかっていうドリフトやってたんですよ。だからドリフトの機材をこれだけ短時間で揃えたんですよ。そもそも出発点がグリップじゃなくてドリフト。ドリフトだったらとりあえずシマジック行っておけば安心だよってところだね。カウンターの速さとかそういうのもいちいち心配しなくてもいい。グリップはね、死ぬほどいっぱいあるんだけどね。吊り下げ式とか出すのもね、大事だよね。やっぱりそういう自家用車はね、基本的に吊り下げなんで、ドリフトはやっぱシマジックかなと思います。だから今回はね、動画としてはまず一つ目がカイエクスストリート PC 版をもっとたくさんの人に遊んでほしいから俺が自発的にやっているステマ活動ですね。で、二つ目が俺がドリフトをやる上ではベストだと思っている機材のテスト、シマジック、そして一部モザのね、商品、ここら辺を組み合わせて、カイエクスストリートでどれが一番ベストな機材なのか試していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、まずはね、カイエクスストリート PC の魅力について話していきます。このゲームですね、8月29日に発売されて、その当時はあまり評価は高くありませんでした。ただ、最近になって皆さんね、評価が上がってきています。このゲーム実はですね、発売の次の日からアップデートが始まり、9月3日にもう一度アップデートが来て、9月7日にアップデート、そして9月13日もアップデート、21日にもアップデート、もうとにかくゲームがどんどん良くなってるんですね。そして10月10日のこのアップデートがかなり鍵で、自分ねずっと前からカーエックスの公式のディスコードとかでもねチクチク言ってて、ジャパニーズローカライゼーション、なんとねこのアップデートで日本語が追加されたんですよね。で、これおもろいのが、このゲームなんとですね、ゲームの中の言語5種類しかないんですよ。英語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、そして日本語なんですよ。ここで日本語かっていうね。だからね、これもしかしたら俺がめちゃめちゃチクチク言ってたから導入してくれたのかなと思うと、なんか泣きそうになりますね。めっちゃ嬉しいです。で、このゲームね、本当に面白いんですよね。とにかくね、アップデートが止まらないんで、いわゆる発売して放置みたいな、そういったゲームではないです。結構最近のね、レーシングゲーム、そういうの多いんだよね。最初は良かったんだけど、開発者が発売したらもう放置しちゃうっていう、そういったゲーム結構多いから、これはね、かなりね、ポイント高いです。それではね、このゲームの何がいいのかお伝えしていきます。まずは挙動。挙動に関しては非常に自然ですね。僕もね、リアルでドリフトしてましたけど、全くもって問題ない。プレイしてても楽しいし、難易度もある程度あって、なかなかいいバランスの挙動になってます。ただし、あまりにもちょっとリアル思考すぎて、一定の改造パーツを入れないとドリフトがすごくしづらい点までリアルだったんですね。そのせいで最初プレイしたプレイヤーが、あれってこれ全然ドリフトできねえじゃんって言って低評価を入れたのは有名な話。あとは最初の数週間はエコノミーがスマホゲーのままだったんですよね。課金ができる前提のゲームをそのまま移植してきたから、ただ PC では課金できないんで、すごいねその経済がぶっ壊れてたんですよ。あとはね、最初見た時ってやっぱニードフォースピードっぽいじゃん、そういうなんか軽いゲームかってね、思われてあまりプレイされてないっていうのもあるみたいです。これね、信じがたいかもしれないけど、プレイしてみると特にハンコンの挙動はね、アセコルに全然負けてないですね。挙動のアップデートも結構入って、かなりリアル寄りに個人的には感じます。で、グランツリスモ7でドリフトできる人は全く問題なくそのスキルを存分にこのゲームで発揮できると思います。本当にね、開発陣が意欲的で短期間で挙動のアップデートとか、ね、どんどんやってって、非常にね操ってて楽しい挙動ですね。自分ね、最初パッドでもやってたんだけど、パッドでも楽しめる挙動で、まあ、簡単すぎないし難しすぎないし、結構いいバランスなのかなと思いました。はい、そして次は車。車はね、結構チョイスがいっぱいあって、こういう風にクラス分けされてるんですけども、かなりたくさんありますね。その量があればいいっていうわけでもなくて、やっぱドリフト勢の中でもね大事にされてる車ですね。例えば86とか MR2 とかもありますね。ファンが喜ぶような車種結構入ってます。でもちろんシルビアもあるし、FR で人気な車もね、何台も収録してます。スカイラインもあるね。あと、ここら辺 FR 化もできますからね。で、猫ちゃんもいますね。かわいいです。これ GR86 かな？かっこいいね、これ見た目。GR86 かっこいいな。
あとシルビアの S14 でしょ、 S13 ももちろんあるしね、 S15 だね、フェアレディでしょ、チェイサーまであるんだよ。チェイサーはなかなかね収録しないゲームあるからね。ここら辺のねコアなファンがいるセダンとかもね入ってますね。34もありますね。ここら辺もね FR 化してぜひドリフトしたいですね。マッスルカー系もねちゃんと充実してますね。スカイラインもねこういういじった仕様とかもイベントで勝てばもらえるらしいんで、ここら辺もそのうちやり込んでいきたいです。もちろんねレースゲームなんでグリップ走行とかもあるんで、こういうねすごいシビックだな。これクラスがあるって言ったんだけど、まあ、クラス上げていくとねもっと速い車、もっと馬力がある車もあります。これ7もあるね。新しいフェアレディですね。だからちょっとキリがないんでパッパッと飛ばしていきますけど、こういういじったスープラとかマジでね結構イベントでもらえる車ねえげつないのありますね。で唯一の C6 クラス6がこれランボルギーニかな、うん、こんなのもあります。はい、なのでまあ車種に関しては本当にねやりたい放題だと思いますよ。あ待って、これ取得できる、何これ、あれえなんか取得できたんだけどなんかあれ何かを完成して俺めちゃめちゃかっこいいチェイサーゲットしたんだけど、えすんげえ嬉しいんだけど俺動画そっちのけでやりたいんですけど、えめっちゃ嬉しい、超かっこいいじゃんこれ。待って待って待ってごめん、えなんで俺ゲットできたのこれ、何かを俺は多分完了してたんだな、ちょっとわかんないですけど、なんか条件あるみたいですね。で個人的なおすすめとしては最初はですねこのカーエクスストリート課金した方がいいです。と言ってもそんなすごい課金するわけじゃなくて、ストアページに行くとわかるんだけどね、あの3149円のデラックスエディションを買った方がいいですね。この中に本来だったら1600円するこのデラックスカーズっていうのがあるのね。でこれね6台の車が含まれてるんですけども、これがあることで序盤の進行がめちゃくちゃ楽になります。でこれ絶対買った方がいいですね。もともと1600円するのが400円ぐらいで買えるんだよね、まあ、全体的に 30% オフになるんでクソ安いんで絶対買った方がいいですね。最初からこのデラックスエディションを僕は強くおすすめしますね。マジで楽になるんで。でさっきのねバンドルを買うことで、ここねデラックスって書いてもわかる、これここに青いデラックスって書いてあるじゃん、このマークがある車は全部無料でもらえるんですよ。要はさっきのデラックスエディションの、カーパックに入ってるのね、バンドルの中に入ってるんで、ここら辺が各クラス C1 で1台 C2 で1台あと C2 もう1台あるね、これももらえますね。あとこのねスープラね、これで最初始める人多いみたいですね。 C3 のこのスープラ、オープンカーのスープラ、このマスタングもそうだね。で新しい Z とか、まあ、ここら辺がね最初からもらえます。だからすごいゲームを進める上でめちゃめちゃ楽になるんですよね。これはマジで持っといた方がいいです。最初ねお金がないんでね、こういう車がもらえるのはめちゃめちゃ楽ですね。で見た目に関してはね、今これ180乗ってるんだけど、もうやりたい放題ですね。スタイリングのとこに行くと塗装はもちろん変更し放題、ちょっとこれ赤に変えてみますか。お金さえあれば何でもできる。はい、ボディキットとかもねこうフルキットで変えることできますね。こんなにあります、180だけでこんなにあります。でもちろん部位ごとに一箇所一箇所変えることもできますね。ボンネットだけあちょっと変えたいわってできるし、でなんとスタイリングっていうのもあって、ステアリングホイールをね変えることできるね。サイドブレーキも変えれるし、かなり細かくね自分好みにいじることができますね。すごいよねこの量、シートとかもこんな細かく変えれるの、疑似カーライフをエンジョイできる感じですね。でカスタマイズのことはね、性能に関わる車尻に関しても結構細かくできるんですけど、それはね、もっと最後に話します。で次に話したいのがコースですね。コースがマジで多い。はい、マップこんなに広いです。でよく見たらわかるのが、もう峠だらけなんですよね。特にこの峠めちゃくちゃ有名で、有名っていうかね、人気なとこなんだけど、これ峠パラダイスだっけ、いつもこのガソスタから始まってこう行くんだけど、とにかくエンドレスに楽しい峠が続いていきます。でちょっとね難しいコーナーとかもあって、かなりねチャレンジングだったりしますね。でまあここだけじゃなくて、こっちにももう一個あるね、峠だらけなんですよね。だからちょっとずつちょっとニュアンスが違ったりスピード域が違ったりして、どこかにあなたのお気に入りの峠が見つかると思います。まあ、だから飽きることがないよね、これだけいっぱいあったら。今日はこっちの峠行こうぜっていうのができるんだから。であともう一つの魅力が、このゲームねオンラインでね、フレンドとプレイすることができます。僕もね多い時は 5,6 人でね追走したりして遊んでましたね。こちらはねディスコードサーバーのメンバーさんと一緒にこれ走ってる様子なんですけど、めちゃめちゃ楽しいですね。普通に無言でずっと走ってました。めちゃめちゃ楽しくて、やめ時がわからない、そういった魅力がこのゲームにあります。アセコルもね結構峠でねサーバーで一緒に走ったりできるんだけど、カーエクストリート PC はとにかく導入が簡単なんですよね。
モッドキットとかも入れなくていいし、コンテンツマネージャーとかもインストールしなくていい。もうただゲームを買ってプレイしてれば一緒に同じ部屋で遊べるっていう、コントローラーでもねハンコンでも簡単にね一緒にいろんなコースで追走して楽しめる、そこがやっぱりね一番の魅力かなと思います。で最初はですね基本的には一人でプレイしてオフラインでねどんどん進めていきます。で最初のゲームの進め方はこういうカーデリバリーっていうね、車を運ぶミニゲームやってれば、まあ、運転にもなれるしお金とか経験値もたまりますね。こういう風にバイトはね2種類あって、これがパーツを運ぶやつですね。パーツを運ぶやつと車を運ぶやつですね。壊しちゃったらダメなんだけど、これをね何回か配達してると上位のね配達の仕事がねアンロックされますね。まあ、受注方法は簡単で、例えばここのカーデリバリーに行くじゃん、マシン配達ビジネス行くと、こう押してこれ車のマーク出てるでしょ、これをファーストトラベルで、ファーストトラベルしたら配達を始める押すと、これで始まります。するとさっきね出てた RX7 に乗った状態で始まりますね。で運転していくんだけど、これでどこに行けばいいのかってね、上を見るとゴールがねこうびっくりマーク出てるんで、そこに X ボタンを押すと、ルートが出てます。まあ GPS ですね。これでそのままこの道に沿って、あまり車にダメージ入れない状態で届ければ完成って感じ。まあ他のやつもね似たような感じですね。はい、思いっきり最初がぶつけてますけど、はい、ちゃんと道に回ってますね。最初はこれで操作に慣れていくといいのかなって感じですね。であとはねこういうワイルドジュニアとか、こういうなんか敵組織、敵のね車のチームと戦ってどんどん勝っていくとお金もらえたりしますね。まあこういうのやっていくのもいいと思う。お金貯める方法はね結構いろいろあって、高速道路を爆速でニアミスでね逆走してお金貯める方法もあったり、まあこうやって広場であまり、まあおすすめかどうかっていうとまあ微妙なところあるんだけど、広場でこうやってずっとドリフトするっていうね方法もありますね。まあ、輪ゴムでコントローラー縛ってやる人もいるみたいですけど、まあそこら辺はちょっと賛否両論ですけど、まあそういう方法もあるみたいです。まあいろいろとね遊び方は様々ですね。高速道路逆走してお金貯める人結構いるみたいですけどね。そんな感じ。ちなみにこれ対策されてないんだよね。結構ここら辺緩いんだよね、カー X。で、まあ、僕からのアドバイスとしては、本当に初期の車、例えば最初もらう車があるんだよ、これ MX5 っていうね車ね、大体みんなこれ選ぶんやけど、最初まずこの車はね馬力が全然ないのね。で馬力もないし、デフとも言うし LSD とも言うんだけど、そのドリフトをしやすくするパーツがついてないんですよ。だからそこら辺を考えたらすごいしづらいんだよね。だから最初はドリフトはめちゃめちゃしづらいです、どの車も。だからおすすめとしてはある程度馬力がある車、例えばこのデラックスパックでもらえる車で、まあおすすめなのが序盤のグリップレースはね、このねあのスープラがめちゃくちゃ楽です。このオープンカーのスープラ、カーパックに入ってるですね、これがめちゃくちゃ楽で、ドリフトに関してはこの新しいフェアレディがめちゃめちゃ楽ですね。馬力も十分あるしトルクも十分あるんで、簡単にドリフトのパーツ入れるだけでめっちゃドリフトしやすいマシンが出来上がります。定番中の定番で出るこの S13 とか、ここら辺でもいいですね。実際のドリシャライフと同じ感じで入れるパーツは大体決まってます。例えば、まあ、ちょっと試してみようか。今1台目の車を俺が買ったとするじゃん。例えばこの S14 買おうとするじゃんね。で買ったらまず何をするかっていうと、必要なパーツを入れます。いじる点で大事なポイントって4つぐらいしかなくて、まずデフチューニングショップ行って、いじるパーツがこう5カテゴリーに分かれてるんだけど、このトランスミッションってとこ行きます。この2つ目にデファレンシャルってあるんで、これのね、まあ、とにかく上の方のやつを買ってください。最低でもスポーツ以上がですねいいですね。ここら辺入れるとドリフトしやすくなります。今回も一番高いの入れちゃいましょう。はい、アルティメート購入で、次に入れたいのが、サスペンションパーツですね。サスペンションパーツのこの中で、まあ、全体的に入れてってもいいんだけど、まあ、スプリングとか入れたらね車高を下げたりできるからいいんだけど、一番大事なのがフロントサスペンションアーム、これはねなんで大事かっていうと、切れ角に関係するんですよ。ドリフトって切れ角がないとねドリフトできないからね。これも一番いいの入れます。はい、でこれを入れることによって何ができるかというと、ここにアップグレードってあるでしょ、これを押すとですね、今入れたパーツによっていじれる場所が増えるんですね。でこういう風にもともとここはねロックされてたのが解放されます。でここでやるのがまず、大事なのがステアリング角、これがないとドリフトできません。最初は50度しか、ね、ステアリング曲がらなかったのに、こういう風に今のパーツを入れることで62度までステアリングが曲がるようになります。これによってドリフトの角度が維持できるようになるんですね。これすっごい大事です。ていうか一番大事かもしれない。
とりあえずこれは入れましょう。アッカーマンに関してはこれ諸説あるんですけども、下げる人が多いかな、どっちかというと。はい、こんな感じで、あとさっきもう一個いじったやつ、ディファレンシャルトランスミッションの、2つ目のこれ、これも、ね、パーツを入れたんでアップグレードで調整することができます。こういう風に右側のこの3つがいじれるようになりました。これね、左右の後輪をどれだけロックするかってやつなんで、もうこれマックスまでしちゃいましょう。はい、これで OK、 適用、簡単ドリフト仕様の出来上がり。でもね、この状態だと今220馬力しかないんで、あんまり馬力はないんですけども、ちょっと試してみますか。はい、この状態で、普通にドリフトできるかっていうと、まあ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 できなくはないって感じですね。はい、かなり純正よりやりやすくなってると思います。はい、まあ、ここからどんどんね、ちょこちょこいじっていくと本当にどんどん車がね変わっていくんで、まあ、この方法でいじってください。でこのゲームね、大事なポイントがいくつかあって、グリップレースとドリフト走行の時はタイヤは使い分ける必要があります。ドリフトの時はこのストリートの一番左上のこの水色のやつで、この左側の上のやつを使います。グリップが低いタイヤですね。でグリップ走行でレースする時は右下のレーシングプラスとかレーシングの方が速いです。もちろんここら辺グリップが高いんで、値段も高いんですけども、ここら辺を履くことでコーナー曲がれたり曲がりやすくなったりするんで、タイヤはめちゃくちゃ大事ですね。だから逆に言うと、レーシングを履いてドリフトして全然できないよってなってる可能性もあるから、タイヤ何履いてるかはね、常に知っといた方がいいですね。逆にだからストリートタイヤでグリップレースはしない方がいいし、レーシングタイヤでドリフトはしない方がいいですね。だから適材適所っていう感じです。はい、でちなみに履いてるタイヤは左下ここにね表示されてますね。ちなみにこのゲームタイヤ消耗しますんで、ガソスタで買う必要があります。ガソリンも消耗しますね。ガソリンはこれかな、そこら辺もなぜかリアルで。あとはトラクションコントロールだね。トラクションコントロールとかは十字キーの左を長押しするとこういう風にね、トラクションコントロールオンオフができますね。トラクションコントロールって要はあの横滑り防止装置ってやつで、まあ雨の日とかでね滑らないようにするやつですね。これがオンになってるともちろん滑らないのでドリフトできません。ただこれがオンになってるとグリップレースで滑りづらくなるんで、レースの時はオンにしてもいいかもしれないですね。ただドリフトの時は絶対にこれはオフです。ここら辺も結構まあつまずく人は多いみたいですね。ここら辺の設定が結構細かくてリアルなんですよね。あとオートマチックギアボックスじゃなくてマニュアルにした方がいいですね。マニュアルの方がドリフトは圧倒的に、力が強いギア、力が正しく伝わるギアを選べるんで、おすすめします。オートマでもできなくはないですよ。でまああと覚えることといえばこの GPS ですね。こう行きたいところがあったら Y を押すとそこへ行く最短距離がねマップ上で表示されて、ゲーム上でもね表示されるんで、道に迷うことがなくなります。まあ、そんな感じですかね。まあ、とにかくこのゲームね、やればやるほど楽しいスルメゲーなんで、ぜひやり込んでみてください。特にやっぱり、イニリー世代ですね。イニシャル D とか好きな人、マジでこれ以上のゲームはないと思います。こんだけ峠がいっぱいあって、グラフィックもそこそこいいゲーム、なかなかないですよね。挙動も楽しいし、なかなかこれはね、刺さる人多いんじゃないかなと思ってます。ぜひね、3000円なんでね、買って試してみてください。はい。それでは後半は機材レビューですね。俺が考えるカーエクストリートで最強のシム機材、レビューしていきたいと思います。それではね、いろんな機材をつけていくんだけど、まずペダルからやっていきます。ペダルはね、アクセルとブレーキのオプションパーツをつけていきます。アクセルは全然不満がなくて、クラッチもねちょっとうるさいかなってぐらいだったんだけど、ブレーキだけはね、とにかくストロークがめちゃくちゃ少ないんですよね。なんか全然実車っぽくないし、ここだけはねちょっと変えたいなと思ってました。だから特にブレーキの改善が期待されます。今回入れるオプションパーツはアクセルとブレーキの油圧キットになります。でクラッチはねノータッチですね。クラッチにはキットはありません。でアクセルのキットはこれで、PHTS っていうもので、中身はこんな感じでダイヤルがついてます。これで油圧の強さを抵抗をね変える感じですね。で押してみると分かる通りバネっていう感じじゃなくて、こう油がね圧縮されて押し戻される感じなんで、これでねもっとリアルになると思います。取り付け自体はね結構分かりやすくて、必要な工具も全部入ってました。そこまでね難しくはないと思います。まあ IKEA の家具が組み立てられる人だったら、まあ多分問題ない。もともとこういう風にこの軸がねあるんだけど、今回はねクイックリリース方式になるんですよね。要は軸にこう突っかえて回るようになるんで、ここにね新しい軸が必要なんですね。それが面白くて、グラファイトコッパースリーブって言って、こういう風に銅のねこの本体のスリーブにこういう風にグラファイトがね塗ってあるんですよね。これで滑りを良くするみたいです。なんか面白い。ここからなんか粉っぽいのが出てきますね。すごい面白い素材使ってます。だから最終的な完成形としてはこうなるわけ。通して、通した後に
これをこんな感じで当ててこうグラファイトが塗ってあるからこういう風に滑るって感じですかね。はい、それじゃね、ちゃちゃっと取り付けて完成。油感出てる油圧な感じがする。確かに良くなったな。まあでもまあ激変ってほどではないかな。ただ車自体、本当の車って油圧じゃないんだよね。昔の車ってワイヤーなんで、ワイヤースロットルっていうのかな。だから1でいいかな、1でいいや、これに関しては。次はブレーキ。中身はこうなっていて、もっとガチっぽいですね。ここにリザーバータンクみたいなのがあるんで、これ多分上に向けないとダメですね。で、この中にはなんか抵抗を入れるみたいだね。こういう風に中にエラストマーとか入れて抵抗を作ってブレーキ硬くするんだよね。でもブレーキ硬くする必要は俺全くないんで、そのままでも良さそうだ。お、すげえ。これ期待できそうですね。実際の自家用車に近づけたいんで、もうとにかく柔らかめにして、油圧感を出したいですね。その中に入れるもののオプションがやばいです。もうバカみたいにいっぱいあって、バネとかこんなにあって、エラストマーもこういうのあって、こんなのもありますね。もう意味がわかんないです。これはちょっとね、時間かけて試すしかないですね。じゃあ、ちゃっちゃと取り付けていこうか。はい、ブレーキの方はもともと入ってたのこんな感じで、本当にシンプル。このエラストマーの束を圧縮して潰してるだけなんだよね。まあ、そりゃフィーリング足りないよなっていう感じはします。これね、今回この油圧にするんで、だいぶストローク稼げそう。ブレーキのね、油圧キットは結構取り付けるのがね、めんどくさいんで、こう裏返して作業する必要があるみたいです。もともとあったこの、ピボットっていうのかな、この軸みたいなのを外します。こんな感じでもともと押してたんだね。で、それを、今回は、この玉のやつをね、こっちに入れ替えるのね。こっちに入れ替えて、こういう風にこれ通してね、完全に外れないようにしますね。よっしゃー、できたー。どうだ？おー、すごいストローク増えた。手でも押せる。ちょっとこれ柔らかすぎるか。今、筒の中に何も入ってないから、抵抗全くないんで、ここになんか入れます。とりあえず全部黒入れてみよう。一番柔らかいやつ。勢いに任せてこの振動バッグもつけちゃいます。これはね、使ったことないから、正直ちょっと効果は疑ってますけど、楽しみではあります。正直作業的にはもっと簡単かなと思ってたんだけど、ちゃんと大工事でしたね。めちゃめちゃ時間かかりました。はい、ということでペダルのね、作業はこれで終了です。あとは試すだけ。はい、あの後ね、めちゃくちゃペダル使ったんですけど、感想をお伝えすると最高です。簡単に言うと、もうこのストロークがめちゃくちゃ増えましたね。ストロークが増えて、ちゃんと奥まで踏めてるのがわかります。初期のタッチがね、だいぶ良くなりましたね。だからふにゃーって踏めるようになってます。どういう風な設定やってるかっていうと、このコンビネーションでセットしてます。最初このバネが潰れて、最後にこの4つのエラストマが潰れる感じですね。これがまあ自分的にはフィーリング一番良かったですね。この方向で入る感じです。ちょっと走ってみようか。ちょっとね、レーシングタイヤで走ってみます。グリップの方が多分わかりやすいと思うんでね。まあ、こんな感じで、2速、3速、で、ヒール&トー、で、減速っていう感じですね。これがすごい気持ちいいですね。まあ、以前まで硬かったからさ、なんていうのかな、ゲーム感あったんだけど、ここだとちゃんとヒール&トーもしやすいですね。ヒール&トーだっけ？ヒール&トゥーだっけ？正しい言い方、まあ、注意されそうだけど。グリップの方が、やっぱり、その、ブレーキを踏むね、機会が多いので、まあ、感じやすいと思います。ここもね、気持ちいいよね。ここからはちょっとドリフトでやってるんですけど、やっぱドリフトでも、まあ、たまーにですけど、こう回転数を落とさないようにいろんなとこやるんで、まあ、とはいえね、必須ではないですね。トルクがある車だと踏み直しても全然大丈夫なんでね、パワー間に合うからそんなやらないですけど。はい、ここね、ちょっとシフトミスって1速入ってますね。はい、あとはここはね、左足ブレーキだね。ドリフトで左足ブレーキってそんな使わんけど、まあ、無理やりここ使ってんすけど、まあ、そのなんていうの、むにゅっていくんで、結構コントロールはしやすいです。なんか踏みすぎないのがいいですね。はい。どっちかというと、ブレーキはやっぱり、グリップの時に良さを感じる。こういう時、ギューって踏んだ時に気持ちいいよね。で、逆にアクセルの油圧キットは、ぶっちゃけ、これはもちろんフィーリングがちょっと良くなるんだけど、なくてもいいかなって気がしました。なんかその費用対効果っていうか、投資した分だけの快感が得られるのはやっぱり油圧ブレーキのキットの方ですね。アクセルは別にドリフトの人はなくてもいいかもしれない。ね、僕の場合は油圧のね、抵抗の設定は1か2なんですよね。だからほぼかけてない状態がちょうど良かったんで、まあ、油圧キットはブレーキだけでいいかなっていう気がしました。
いやー楽しいな。ただまあドリフトだと、まあ、そんなブレーキ踏まないから、ここはもう自己満の世界ではありますね。パフォーマンスに影響があるかって言ったら、まあ、そこまでないかもしれない。ただね、ストロークが増えるからおもちゃ感は消えますね、だいぶ。で、振動に関しては、カイクストリートね、対応しなかったですね。ちょっとこれは誤算でした。まあ、今後ね、アセットコルサとかで、もうちょっと詳しく試してから、次の何かシムの動画の時に感想を伝えたいと思います。できればそういう、タイヤが空転した時とかに振動させたかったんだけどね。ちょっと残念でした。はい、そして次はですね、自分が一番気になってたと言っても過言ではない、こちらのシマジックの油圧サイドブレーキ TBRS。 ドリフトやってる人からしたら、この TBRS っていうのはもうクリスマスプレゼントみたいなもんですね。サンタさんにお願いするリストのトップにあるような、商品です。はい、これ見ていきましょう。なんだこれ、すごい量のアクセサリー。本体見ていこう。すげえ。おお、はい、見た目こんな感じ。やっぱりしっかりしてるね。思ったほどでも重くないかな。軽く作ってるね、だいぶ。で、びっくりしたのが、これゴムだと思ってたけど、これスポンジなんだもん。ここの質感全然わかんなかったな。これ、あれだね。ファナテックよりはいいやつ使ってんだけど、これ耐久性気になるところはありますね。どうなんだろう、大丈夫かな。俺ゴムがでもよかったかな。なんか俺ガッチリした引き心地の方が好きだからさ、実写でスポンジ使うとも思えないしな。どうなんだろう。個人的にはもっと硬い素材が良かったけど、まあでも、スポンジにしてはかなりいいスポンジを使ってる。なんか特殊なスポンジも使ってそうなんで、まあまあまあ、これは使ってみないとわかんないね。これなんか勢いでこれネジ外しちゃったんだけど、別で買ってる Q1S 用の延長のやつあるんだけど、これつくかな。ついたのおもろい。あ、つくわ。全然つくわ。ありありあり。もっとカッチリしますね。これ多分別に推奨とかはされてないけど、全然こういう風に交換することもできました。とりあえずまずはこのスポンジで試すか。ここら辺とかさ、こう肉抜き加工してるじゃん。これのおかげで全体的な重量が抑えられてる気がする。で、引いた感じはね、あ、いい油圧だ。待って、これ、あれと同じか。ブレーキと同じ。この中にエラスタマーとかぶっ込むじゃない、やっぱり。まあ、ただ俺サイドはね、固めが好きなんで、とりあえずこの元々入ってた青4つに、グレー3つでやっていこうか。シマジックね、もう一つ最初に出したサイドブレーキあるんだけど、そっちとも比べていきたいね。それでは設置。はい、ここまで見てくれた方、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次。はい、次はハンドブレーキなんですけど、ハンドブレーキはもう神ですね。効きもいいし、効いた時に底付き感とかもないし、純正の設定のままで全然大丈夫でした。効いた時のその反発力もいい感じで、で、油圧感もあって、何の不満もありません。まあ、スポンジもね、思ったほど違和感ないし、普通に使えてますね。耐久性はまあ、この後、何ヶ月も使っていかないと分かんないけど、今のところね、感触はめちゃくちゃいいです。あ、そういえば、最初なんだろうって言ってたこのキャップね。これね、上に被せる蓋でした。はい。ちょっと走ってみるか。この視点であんまりやらないんだけど、本当このゲームね、サイドブレーキめちゃめちゃ使えますね。こう引いて、でここでまた引いて、ちょっとね、本当にね、コントロールしやすいですね。そのなんていうの、このサイドブレーキもこの右下のこのインディケーター見ると分かるように、この最初のちょんちょんっていうのもね、大事なんですよね。サイドもね、こう引き代をどれくらい引くかによってそのロックの具合が違うのね。要はこの状態とガンっていうこの状態全然違うのよ。でもちろんもっと弱くね、この状態、これも引いてる状態だからね、いろいろね、こうサイドのね、引き代がコントロールしやすいのはかなりドリフトとかラリーとかでは利点になるんじゃないかなと思います。本当にね、頻繁に使うんで、微調整だね。あと追走とかやる人は特にサイドブレーキは大事なんじゃないかな。常にこうね、ガン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 引いて速度のコントロールするんで、サイドブレーキすごい大事だと思います。はい、今のところサイドブレーキは100点満点です。で、もう一種類のサイドブレーキも一応試してみようか。で、もう一つのね、シマジックが出てるハンドブレーキも試していくと、これ結構前に買ったやつでずっと使ってるんだけど、これ唯一ね、不満なのがこの見た目なんですよね。これちょっとつけてみようか。はい、これついたんだけど、やっぱりこの見た目が俺あんま好きじゃなくて、このちょっとテカテカしてるのが嫌なんだよね。だから、これ変えます。Q1S とか Q1 に使える、こいつね、延長シフトノブ。これに変えた方がね、見た目は若干良くなりますね。ピッチは M12×1.25 なんで、基本的にはマッチします。悪くない。見た目だいぶかっこよくなりましたね。だからこの組み合わせ結構おすすめですね。はい、交換して一発目から、走っている様子なんですけども、一言で言うと、こっちも神です。全く
劣る部分が見つからない。今までねファナティックのサイドブレーキをしばらく使ってたんで本当にあのシマジックのハンドブレーキめちゃくちゃいいんだよね。もうファナティックびっくりするぐらいフィーリング悪いんで。あとねスラストマスターも相当フィーリング悪いよね。まあそこら辺本当に古すぎてアップデート必須かなって思いますね。まあ、ロジはね最近出すからちょっと期待してますけど、全然見た目以外に特に欠点ないんですよこいつ。普通に使いやすい、引いた感じも全然安っぽい感じしないし、油圧じゃないってだけで全然こっちのサイドブレーキも使いやすいですね。優秀だな。全然問題ない。しかもこれあれなんだよね、これ意外と知られてないんだけど、このサイドブレーキってこういう風にねボールベアリングっていうのかな、この垂直方向だけじゃなくて若干の遊びがあってもちゃんと引けるようになってるんだね。わかるかな、まっすぐじゃない方向への力もちゃんと、受けれるようになってます。ここら辺ちょっとねあの技ありなんですよね。このサイド意外とね全然ありですね。威圧だけが最適解ってわけではないですね。はい、次はシフター、正確にはシーケンシャルシフター兼ノススイッチになりますね。左からモザの SGP、 真ん中がシマジックの Q1S、 そして右がシマジックの Q1 になります。せーのドン。はい、この3種類ね、気づく点としては Q1S はねこのノブが短いですね。長いのに変えていこうかな。これも買ったんですけど Q1 についてるやつと同じだね。これを付け替えていこうか。ドリフトのシーケンシャルってやっぱ基本的に長いからね、変えていきます。はいはい、いい感じになりましたね。これでほぼ同じ高さになったね。ちなみにこのモザのやつもこれ外せるんだけど、シマジックのやつもネジピッチ同じかな。これいけんじゃない。あ、違う、ピッチ違う、これシマジックとは違うみたいですね。じゃあまずは Q1 から見ていくと、 Q1 はねこういう風にボタンがついてますね。ボタンがついてる。でここにね LED ディスプレイがあって、これギア変えるごとにねここのギアの数字が変わります。かっこいいね。これ以前あのレッド東京のイベントで触ったことあるんですけど、めちゃくちゃ良かったっすね、フィーリング。ちょっとね久しぶりに弾いてみます。うわやばやばいねこれ、気持ちいい。多分これ固定されてないから机ガン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 いってるけど、ちょっとこの上で弾こうか。うわいい音するな。いや Q1 マジ音やべえなこれ、もう気持ちいいよ。これだけでも快感がすごい。これやべえな。Q1 マジ快感だわ。なんだこれ。トリガーがないので、ノスはね、ここで押す必要がありますね。いや、これでも、ノスなんてどうでもよくなるような、この、病みつきになる快感だな。気持ちいい。なんだこれ。ノス関係なしだったらもうこれが一番じゃないかな。わかんないけど。まだ他の試してないけど。次行きましょう。次はこちら Q1S ですね。今、まあ一番新しい、シマジックの中では一番新しい方ですね。で、これは、あ、こう小指で弾く感じだね。どっちかというと。あ、フィーリングはね、なんかもっとなんか実用的になった感じ。気持ちいいんだけど、Q1 ほどの快感はない。その時期にこれの方がね、実用性は高いかもしれない。こう締めると、うわ、硬くできるな。買って。Q1 と同じぐらいになったかな。ただ、何かが違う。こいつの金属音の快感がないね。だから、こっちの Q1 は気持ちよさ全振りで、こっちは実用範囲内の気持ちよさって感じ。ただ、ノスに関しては、これね、小指で押せるんで、楽そう。ウィーンってそのままギアのシフトもできるから、カーエクスとは相性良さそうですね。ぶっちゃけこれ長くしちゃうとノスから離れちゃうんだよね。こう上の方握ってシフトすると。だったら短いままでもいいかもしんないな。位置を探りに行かなくていいっていうの？これ余計なことしたかもしれない。短いままがベストかもしれない。こうシフトした時にすぐにここ掴めるんで、あ、これ意外といいな。この位置いいですね。ちなみにこれね、あのクリック感はないです、ここ。バネがある感じ。押してる間は効いてるって感じですね。それでは次ですね。ラストがモザ。多分この中では一番安いと思うんですけど、作りが意外としっかりしてる。若干のこのキラキラ感が嫌いな人もいると思うんですけど、物の質はかなりいいです。あ、また違うな。Q1S の方がなんか乗り越えてる感ありますね。これはなんか硬いスイッチを押してる感じ。フィーリング的にはこれが一番おもちゃっぽいっちゃおもちゃっぽいかな。弾いた時の快感的には
Q1 が1番、Q1S が2番、これが3番って感じ。ただ、3番のこの SGP も悪くはないです。ちゃんと強めの抵抗はあるんで、悪くはないですよ。一応硬さも調整できるみたいなんだけど、あまり硬くしすぎると、今度は、戻ってこなくなる。適度にしないとね、戻ってこなくなるから、戻るギリギリぐらいの強さで、これくらいがいいですね。はい。で、握った感覚は非常にソリッドで好きです。で、トリガーの部分は、その絶対誤爆はしない位置にあるね。絶対誤爆はしない。こっちのノスを引きながら、シフトダウンできるんで、ここら辺はいいですね。シュンシュン、シュンって感じ。ここと、ここの使い勝手の違いは、ちょっと実際試してみないとわかんないですけど、長時間使ってどっちがいいか試していきたいですね。モザは、Q1S のこのトリガーの部分と、Q1 のこれボタン両方持ってるんですよね。ボタンのね、押し心地は、そんなにカチカチしない。ポソポソって感じですね。そんなにね、カチカチ感を重視してない。反発強めのボタンになってます。だからどっちもいけるのは魅力ですね。高さ調整もできるけど、これが一番低い状態ですね。もっと長くすることもできます。それでは実際つけて試していきます。この Q1S なんですけど、使った感想はめちゃくちゃいいですね。まず加速しながらニトロを引けるのが強いね。こういう風に直線の時だね。まあこういうドリフトではあんま使わないかもしれないけど、2速、3速、4速、ここをずっと引いていける。で、あとはドリフトだとその急に加速が必要だなっていう時に使うかな。これちょっと上級者向けだけど、例えばこう2速でね、普通これだと曲がれない、あちょっとパワー足りないなって時にこう押して押して、なんかクラッチキックみたいな感じの使い方もありですね。これおっとこれね、パワーオーバー持っていけるでしょ。こういう使い方もできますね。ちょっとブーストしてあげるみたいな、こういう使い方もできますね。まあ実写では多分やんないだろうけど、面白いんでこれありだと思います。こうね、キュッてやってちょっとパワーをちょっと足してあげるみたいな感じのイメージ。まあでもどっちかというと、このニトロの使い方っていうのは、まあ、直線ですね。で、普通のそのレースのモードとかで使うと思います。どっちかというとね。こう、ドリフトではあんま使わないかな。例えばスピンした後に、あ、急にこれ早くニトロ使って敵に追いつかなきゃっていう時に、こう踏みながら、こう押しながら、こう、で、シフトしていける。これが強みかなと思います。必要な時にすぐにね、手を伸ばせば、こう引けるんで、かなり使いやすい位置だと思いました。あとね、これシフトのね、音。音もすごくいいですね。フィーリングもパッチしだし、耐久性も高いと思います。じゃあ他のシフターどうなのかっていうと、これね、今 Q1 に変えたんですけども、こっちの前側の方は外側のネジ穴使ってるんですけど、後ろ側はね、下から止めてますね。で、この Q1 はね、マジで、もう音がやばい。俺すごいさ、この景色好きなんだけど、ジェットコースターみたいでしょ。この Q1 のね、感想は快感ですね。これヘッドセットをつけてやるのがもったいないぐらい音がいいです。で、フィーリングもね、すごいメカニカルな感じでめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。ただ、うおっとカメラめちゃくちゃ変なとこ置いてるからめっちゃ運転しづらい。脇の下にカメラ設置してるんですけど、それはいいとして、とにかく運転してて気持ちいい。シフトするたびに快感がやばい。ただ運転してる人以外、同居人は多分すごい苦痛だと思います。めちゃめちゃうるさいですこれ。でもね、これ一回操作してみる価値はありですね。それくらい独特ななんか気持ちよさがあります。で、ニトロに関してはやっぱりね、押しづらいですね。自分ここにね、ニトロを設置してるんですけど、やっぱりそのギアシフトしながらニトロっていうのは無理だし、基本的に直線番長的な直線加速の時だけニトロを使うって感じ、まあ、こういう感じだよね。こういう使い方しかできないですね。ドリフト中のニトロはまあできなくはないけど、若干そのぎこちなさはありますね。ちょっと器用な人じゃないと無理かも、こういう風に。で、すぐにね、シフトしたりしなきゃいけないんで、まあ、そこら辺はちょっと使い勝手は悪いです。ドリフト中のニトロとかギアチェンジのニトロとかを使わなければ全然ありです。ただカイクスストリートとマッチングがめちゃくちゃいいかっていうとそうではない。これと Q1S のトリガーがね、合わされば無敵だと思うんだけど、これにトリガーつけてほしいよ。そしたらマジそれ買うわ俺。カイクストリートのマッチングはまあまあって感じでした。はい、次はね、モザーの SGP ですね。ボタンもついてる、トリガーもついてるよと、全部入りのシフターです。これはちょっと期待できそう。それでは変えていこう。おお、悪くないな。これもうるさめではあるな。Q1 と同じか、それ以上のなんかシャープな感じの音がするんだけど、ボタンっぽいところありますね。山を乗り越えて押すっていうフィーリングがちょっと薄め。
で押した後のこのここのカチカチ感がすごい強い。これここがすごいスイッチ感強いですね。カチッっていうボタンをいかにも押してますよっていう感じはあります。ちょっとこれ試していきましょう。正真正銘初走行いきます。ありだな、使いやすい。うん、ニトロも使いやすいな。いや、まあある意味ね、 Q1 と Q1S のいいとこ取りではあるんだよね。ただ、まあ、コスパがいいだけあってね、フィーリングの部分でやっぱ負けるところはあるんだよね。ただ機能性っていう面では完璧ですね、 SGP マジでさすがだな、モザ。こういう時もね、これで繋ぐことができる。適度に長いから触りやすいしね。若干こう押してあげるだけでいいからいいよね。これ D1 とかさ、結構長いシフター使ってから似てる感じになるの。これこの高さ、 Q1 よりこっちの方がカーエクストリートと相性いいかもしれないな。フィーリング的には Q1S なんだけど、機能性っていう面では SGP だな。あとこのシフターの長さがかなりいい。ここちょっと成功させて終わりたいな。2速でしょ、3速上げて、でもパワー足りねえ足りねえ、引いてあげる、足りねえ引いてあげる。そしたらお、これでつながっていく。で再度2速そのままつないでいく。これができるんだよね。いやー楽しすぎる。これ動画作んなきゃだけど、楽しすぎてずっとやっちゃう。はい、最後ね、自分の結論ですね。シフターの自分の結論としては、この SGP めちゃくちゃいい。引いた感じは、まあ、若干おもちゃ感はあるんだけど、もうこの機能性がめちゃくちゃいい。トリガーの位置もすごいいいし、この高さが結構競技系のシーケンシャルシフターっぽくてすごくいい。で、このボタンもめっちゃ便利ですね。だから本当に Q1 と Q1S のいいとこ取りって感じなんだよね。ただフィーリングに関してはやっぱりね、Q1 と Q1S がめちゃくちゃ強いですね。すごい気持ちいい。だから本当ベストなのは、SGP のこのフィーリングをもっと良くしたバージョンだね。まあコスパ的に難しいのかもしれないな。でも、それかまあ Q1S にボタンがここについたらね、完璧っすね。もしくは Q1 にこういうトリガーをつけてあげるとかしたら、もう完璧なね、シーケンシャルシフターができるのかなと思います。はい。カーエックストリートだけで考えたら、フィーリングとか考えないで、機能性だけ考えたら、モザの SGP はマジですっごいマッチングいいですね。そういった結論になりました。ぜひ SGP の上位版も出してほしいですね。モッドキットとか出ないかな。これ本当に優秀でした。はい。はい、そして最後はこれですね。ハンコンです。シマジックのアルファ。いやー、もうこれエンドゲームでしょ。終着駅みたいな商品でしょ。ドリフトに関してはこれ以上もいらないんじゃないかな。アダプターのサイズ気になるな。アダプターは 237W。 思ったほど電気食わないんだね。ちょっと待て、これやばいな。何これ、うわ狂気じゃんこんなん。っていうかさ、これやばいな。え、これサイズ感アルファミニとそんな変わんないんだけど、ただうわやば、すーごいちっちゃいね。すっごい詰まってるこれ、やば。そしてもうね、フォーミアドリフトって貼っとるわ。いいね、もうドリフトガン押しですね。最高だなおい。ちょっと待って、これやばい。あ、これ何キロ？気になったんでアルファミニ持ってきました。はい。あ、え、ちょっと待って、これ大きさほぼ同じじゃね。あー、本当に若干アルファの方が、うん、なんだろう、1センチぐらい高いぐらいだな。裏見たらわかるけど、縦横のサイズは全く同じだね。ただめちゃくちゃアルファ重いです。重さはね、かなり差があるはず。はい、まずはアルファミニ。アルファミニはよいしょ、はい、6.4 キロですね。で、アルファが12キロぐらいあると思うんだけど、どうだろう。よっ、あれ、そんなことない、8キロ。へえ、 7.8 キロか。すんごい重く感じるんだけどな。うわ、もっと重いと思ってたんだけどね。 7.8 キロでした。まとにかく、これ初めて触った人はビビると思います。マジで金属の塊だからやばいです。はい。はい、次はね、ホイールベース。まあ、このハンコンのね、本体の話をしていくんですけども、今までの動画全部アルファミニを使って撮ってました。カウンターのスピードも十分だし、
全然不満なかったんだよね。なんでアルファにする必要があるのかどうかっていうところを見ていきたいと思います。ちょっとねアルファミニで使ってた設定だけお見せしますね。ゲーム内はね、フォースフィードバックの設定は変えてないですね。で、スタビライゼーションとかここら辺は、これはコントローラー用の設定だね。クラッチモードは、マニュアルでもオートマチックでもどっちでもいいです。シーケンシャルなんで、まあマニュアルにすると、サイドブレーキを引いて、後輪が完全にロックした時に、クラッチ切ってなかったら勝手にニュートラルに入るようになってますね。まあエンストしない代わりにニュートラルに自動的に入ります。それが嫌な方、もしくはサイドを引く時にクラッチを引く癖がついてない人は、オートマチックでもいいです。特に問題ないですね。で、ギアボックスはマニュアルがいいですね。あとは特にゲーム内では変えてないです。もっと肝心なのは、シマジック側のソフトウェアですね。ホイールベースの設定はこうなってます。基本的には、シマジックの推奨プリセットっていっぱいあるんで、この中のカー X ドリフトっていうのを選びます。で、こっから FFB を 80% に下げて、で、ハンドル戻り速度っていう、まあ、要はカウンターの速度だね。これを100に上げて、使ってましたね。で、もし、好みとかがあるなら、例えばこのサスペンション下げてあげたりとか、あと FFB 上げてあげたりとか、そんな感じでいいと思います。で、このサスペンションっていうのも、別にゼロでやってる人も多分いるんで、ここら辺好みですね。12を試して、あんま好きじゃなかったら、まあ、7とか、5とかでもいいし、どんどん下げていってもいいです。サスペンションのこのエフェクトを削ると、もう純粋にカウンターだけになりますね。なんていうのかな、雑味がなくなる。でも俺は結構そういう振動とか好きなんで、12にしてます。ここら辺の好みは結構分かれると思いますね。これがほぼ全てのテストで使ってた設定ですね。まあこのままの設定で、FFB の力を調整して、アルファでもプレイしていきたいですね。はい。それじゃあね、ホイールベースの方変えていきましょう。なかなか重い。オッケー。見た目ほぼ変わらないね。はい、とりあえず今つないで設定したとこですね。今から走っていきます。反抗の強さは、さっきのままなんで 80% ですね。若干多分強く感じると思うんだけど、どうだろう。おお、だいぶ強い。っていうかなんか質感が違うな。なんかね、改造感が上がったっていうの。なんでみっちりした感じ。フォースフィードバックが持続的にかかってる感じしますね。まあ、間違いなくパワーは強くなってるんだけど、しっとりした感じ。粘り気が出たっていうか、粘るようになったな、ちょっと。ただ、絶対にこれじゃないとダメっていうわけではないな。ちょっといろいろ計算して 55% にしました。これだったらね、だいたい 15×0.55 は 8.25 ぐらいなんで、さっきの10ニュートンの 80% と大体同じぐらいになってますね。これでちょっとね、やっていきます。あの後ね、しばらく走った感想を言うと、あのね、アルファミニとアルファの差は確実にあるんですよね。持続的にパワーを、そのフォースフィードバックをかけてくる、この、いや、グッグッグッってずっとね、かかってくるパワー。それがね、すごい安定してる。うん、で、その、例えばこうドリフトしてる時に、俺結構そのサスペンションの数値を上げてるじゃん。12にしてるでしょ。ガタゴトガタゴトしてくる振動がカウンターのフォースフィードバックの邪魔にならないっていうの、そんな感じのイメージかな。だから安定して比較的走れるとは思います。ただじゃあそれが必須レベルのかっていうと、おっと、そうではない。アルファミニもかなりいい。アルファミニとアルファって結構価格の差があるんですよね。うん、価格の差があるから、そこを考えたら全然アルファミニでも十分楽しいです。まあ、ちょっと始めてみようかなっていう人はアルファミニで十分です。4万ぐらい差があるから、そのお金を節約して最初いいサイドブレーキ買った方が絶対楽しいと思う。うん、確実に違いはあるけど、アルファミニでも十分いいって感じだな。うん、現に俺アルファミニですごい楽しめてたから、両方ともスーパーサイヤ人みたいな。アルファもアルファミニもスーパーサイヤ人で、あの片方スーパーサイヤ人孫悟空、片方スーパーサイヤ人孫悟飯みたいな。孫悟飯の方は若干強いけど、両方ともクソ強いみたいな、そんな感じのイメージですかね。だから DD プロ、ファナティックの DD プロと DD エクストリームほどの差はないです。ファナティックの場合は DD プロと DD エクストリームのすっごい差があったから、もう DD エクストリームが圧倒的に良かったんだけど、このアルファミニとアルファはそこまでの差はないですね。だからドリフトに関してはアルファミニでも十分だと思う。気持ちよくなりたい人はアルファ行けばいいと思って感じですね。はい。
ディテールは確かにもうちょっとくっきりしてるし、その大きなフォースフィードバックの邪魔になってない気がするんで、ポストを考えたら全然アルファミニも十分楽しめるっていう感じですね。もうそれしかないわ。実際体感したらね、皆さんもそういう感想になると思うんですよね、うん、だから俺が思ってたほどアルファの方が優れていたわけではなかった感じ。ただ優れてはいるんだけどっていうね、難しいですね。これ伝わったかな。ただアルファの方をおすすめする層もいて、今使ってるこう実車ハンドルじゃなくてね、もっと重いこういうボタンがついてるハンドルを使う場合、ちょっと変えてみようか。この場合はやっぱりこういうのつけるとだいぶ重くなるから、やっぱり底力が必要になってくるのね、パワーの。だからもし実車ハンドルでずっとプレイするっていう人はアルファミニでもいいけど、こういうちょっと重めのやつを使う場合はアルファの方が優位性はあるかも、うん、やっぱりねアルファの方がその底力があるから、その重さに負けないぐらいのパワーが出るんで、まあ、ここはね差は出るかもしれないな。まあ詳しくは今比べてないけど、DD エクストリームとかもそうだったから、そのダイレクトドライブってやっぱりハンドルが軽い方が動きは軽快になるから、そこはやっぱパワーの優位性、瞬発力の差はあるのかなっていう気がしますね。アルファだったらこれも余裕だね。やりやすいなっていうか全然問題ないですね。こういうボタンがついてるねハンドルを使う利点としては、やっぱりこうねノスだよね。ここにノスとかね設定できるんで、こう押すとこうやって直線だったらこうやって加速していけるのがいいですよね、まあ、いわゆるねこういうなんていうの YSP 走りってやつ、これができるんで、なかなかね楽しいっちゃ楽しいです。ただこうドリフト中は無理だよね。ハンドル回っちゃってるからどこにノスボタンあるか分かんないから、まあ、そこは一長一短はあるけどね。あとまあミスった時にワンボタンでリカバーできるっていうのもでかいかな。いやーそれにしてもね、この開発ストリートマジ神だわ。面白い、楽しすぎるマジ。ぜひねオンラインでフレンドさんと一緒に遊んでみてください。マジで楽しいです。で、シマジックの機材に関しては、めちゃくちゃ良かったですね、やっぱり。たった数年でハンドブレーキを2本出すっていう、ドリフトにかける思いっていうのが伝わってくるし、シーケンシャルだって2種類出してるしね、思った通りのメーカーだね。はい、ということで今回はね、カーエクストリート PC 版、そしてシマジックとモザのね、シム機材をレビューしていったんですけども、なかなか長い動画になっちゃいました。ここまで見てくれた方ありがとうございました。よかったらね、カーエクストリート PC 試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。いいよ。いいよいいよ。なんかエロカメラマンみたいなやつ。いいよいいよ。その角度いいよ。すごいよ。今まで最高だね。もうちょっと上向いて。